当てるから別に普通の人よりも精度が高いと思うよ <laughs> あ勝負どこねどうでもいいとこはざけでやってるけど <laughs> どうでもいいとこはノリでやってたりするけど夜が本当の勝負どこまとめ上げてると思うけど結構試合見てるとわかるけどうんうんあまあ僕割り切ってるからどうせ失敗はうわだって下手すれば5割 5割、4割あるんだぜ、人の失敗って。例えば6割ある人いるで4、5、6割。失敗なんか3割からだ、俺。3割か2割か1割。うん。だから別に、1回ぐらい失敗したっていいやと思ってゲームはしてるけど。あ、ありがとうございます。まさか8番噛むと思わねえしな。どうせ俺噛まれるんだろうなと思って。俺何にも明言してないっていうか、俺が、俺こそが2番おかしいって連行してるのに俺噛まないっていうのがわったけどね。 8番が2番行くって言ってるで八8番の村だと思ったからでしょ多分。俺一応ステイ入れてるから、もうステだって。もう、守ってないって例のなんか。2日目だって、占いに噛まれんだから。3日目8守るって。うん、ありがとうございます。でも、逃げちょできてよかったです。でも疲れだね。でも当たってる。まあ、勝てる時に勝った方がいいよ。難しい時あるよ。ほんと。で、人がミスをしているけど、 オブの方で意外と僕は合ってるからね。うん。<番>意外とっていうか、まあそういう結果になっちゃってるんだけど、うん、はい。8番です。よろしくお願いします。村人陣営でした。まあ、8番の思考解示をしておきますと、8番はあんまり得意ではないですが、占い精査が重要だと思ってます。占い がどういういいにななるかは分かんないですよ例えば占い神道神経とか全然分かんないですけどそこから引っ張った方が個人的には楽こっちが真に見えるからそこを白で弾いてじゃあここが狼かなっていう精サーする方が個人的には楽です、まあ、そのためには1周目のグレーセンサー2周目のグレーセンサーをえっと落として新占いの方が真に取ってもらうことが大切だと思ってるのでもちろんグレーセンサーも頑張りますよろしくお願いします以上です9番さんどうぞ9番のプレイヤーは 発言してください、はいえー、占い使用します二番さん白二、えー、番さんがランダム白と出ています八、えーまあねえー、番さん、えー、占い精査するっていうことなんでしっかり、えー、自分を使命を、あのー、確信してもらいたいと思ってますっていうところであとまあ役はねうん えー、八番さんのチャットの盤面で出ればいいんじゃないかなと思ってます。はい、まあそれまではね、えー、カリさんはまあ2周目までその盤面を見ながら、えー、出ても出なくても、まあ、自分のタイミングで出てもらえればと思ってます。はい、まあ八番さん、えー、まあ色黒はまだつかないっていうところかな。うん、まあ2周目、うん、ですね、はい。で1週目、まあ、みんなの発言聞いていろいろ。うん 占い先とか決めたいかなと思ってます。はい、二番三白でした。一番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、お願いします。占い師です。はい、でえっ、ー、と白先は捨てます。はい、現状捨てます。えリ、ー、ウはちゃんとあるので、で九番さん二星です。はい、に二番白って言ってるんですけど、あの占い師はあの九人まで一枚しかないんで。 なんで、9番さんは偽で、えっ、ー、と、教授に出てるか、狼が出てるかわかんないですが。はい。まあ、2の囲いがあるかどうか、あんまりにしろではないことを言っておきますね。はい。で、えっ、ー、と、狩人は潜伏で、霊能は出てください。うん。ぐらいかな。で、もし、えっ、ー、と、霊能と狩人ド両潜伏で20番目になった場合は、村人は、えっ、ー、と、協力してあげてください。ぐらいかな。うん。まあ、2周目言いますよ、白崎は。 うんまあ、場合によっては言わない可能性もあるけど、まあ、レア系の場合です。言わない場合は。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。うん、さい占い先を隠す理由がいまいちよくわからないっていうね。どんだけ頑張って考えたとしても、多分一番さんの思考を理解できる気がしないので、一番さんの2周目でその理由を話してもらって、それが納得できなければ若干一番のことに接しするって感じですかね。もちろん2周目以降、 2日目以降、発言精査で、一番さんのことが真だと思えば、一番さんのことを真んと起きますけどって感じですかね。ただ、九番さんに対しても一点気になったところがあって、八番って、九番さんみたいな占い師のこと、占い師精査が重要やって言ってる人物だから、少なからず占い師の役職を持ってるなら、八番に対して何かしら持ってる、なんか意見があったんじゃないかなって思ってるんで、そういうの何も落とさなかったんで、九番さんに対しても違和感持ってるって感じですかね。八番さんは二週目って感じですかね。 はい。さよなら。3番のプレイヤーは発言してください。はい。9番は進行論で一番はおかしなムーブだからわからないですね。はい。まあ、あっちの言う通り、占いから入った方がいいんじゃないですかね。占い精査ないグレーの精査の方が難しいと思いますよ。占いの方が多分何、何パーセントか確率は高まるんじゃないですかね。精度,精度はね。うん精度の、精度の高さはね。うん。だって完全グレーって一番難しいからね。ただ、 一番の芯だったら、あの、普通にやった方が芯取れる可能性はあるんじゃないかなと思いますけどね。うん。二番も不思議に思ってるように、他の人も不思議に思って、そこからマイナスからのスタートになっちゃうんだけど、音の理由がないと。占い先言って、ガジンコで勝負したらいいとは思うけど、まあ、占いもできれば決め打って、まあ、最終的に決めつけど、で、霊能も決め打つ努力はしたらいいんじゃないですかね。うん。すり切られたら嫌でしょ、霊能の人も。うん。 って思いますけどね。で、生を無駄にしないでやった方がいいんじゃない ?91 の精査は難しいから。うん。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい。まあ、進化に精査は難しいね。確かに、ね。9番と1番は、感じで思ってます。2番に思ったのは、8番が、まあ、進行路、まあ、試行開始で、まあ、占い師の精査を が大事だと思うみたいなことは8が言ったからって9番自身が占い師を持ってて8番に何かしらの意見なり感想なりがあってもいいっていうのはそうって思って聞いてましたね別に俺が占い師でも8番がその進行路を言ってもあっそうとしか思わないんでなんか別に思わなかった二番みたいにははいまあ 2周目回って、まあどうなんだろう考えるって感じですかね。5番のプレイヤーは発言してください。しさいはい。まあ仕様特にありません。4番んは最後の方があの途切れてましたね。<laughs> ってことで、盤面は把握してます。うーん、まあ。 まあ、死んで見れないかな、基本的には。納得できる理由ないと思うんですよね、私は。一番さんの子っていうのは。まあ、一周分考察無駄にしてんのとほぼ同値やし、死んだった時に落ち度を作るべきじゃないと思ってるので、死占いは。まあ、だからその意識も低いな <laughs>、と思ってるので、二番みたいに、まあ、 若干覆る可能性もあるとかは、まあ私はほぼ思わないですね、1番に関しては。って感じです。番番1番もさ、5番のことってフィーリング入れない人なんだろうね。なんで1番は5番がいいのに、このプレスなんだろうね。プレスはしない人なんだね、フィーリングでは。 あと9番が圧倒的に偽やと思っていて、9番って、役職は8番の位置で出ればいいと思っているって発言をおしているんですよ。9番が占い師という役職を持っているのに、その発言が出ないと思っているんですね。どちらかというと、9番の,その役職は8番で出ればいいって思っているっていうのは、その素晴らしい発言だと思うので、9番が占い師という役職を持っていないと思いました。そして4番が言うように、2番が、二番が言って9番への、9番が、8番が占い精査が重要やって言っているので、8番に、 何か意見がなかったのかっていうのも、あの、不当でしかないので、四番の言うと、九番して、ね、八番に何も思わないのが普通なので。僕は急にローロの代議で追っていますで。意見が違うので、五番は釣りたいです。初日以上七番。のプレイヤーは発言してください。さいなんか、二周目聞いて、一番が新っぽいなって思ったら、五番釣りでも、六番の意見は飲めるかなと思っていて。 でも5番の理由を言って、2週目の発言、占い師の,その全部開示した状態の発言を聞いて、んん別にそんなにしんぽくないなって思ったらなんか6番かなっていうに思っちゃったぐらいかな。その9番の,その,なんうの全部出てこいみたいのでしょ。全部出てきてって話でしょ。それって別に真だったら言わないっていうのは6番は。 めっっっっちちゃゃ不当だなて思たそれはねただその91についてはそのなんか、まあ、いろんなムーブをしてみようっていうところは、まあ、それって多分その村を勝たせようとしているムーブじゃないかなと思うんだけど1番に関して91の審議で言うと1番の方が若干考えて動こうとしているんじゃないかなと思っているから6番はそこまで悩んでない悩んでない結局はね以上8番 のプレイヤーは発言してくださいしょうです。例のです。はい。おい一番が占いなの？う何でしょう何でしょうですか？う何でしょ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 うでしょうでしょう何でしあう何でしあう何でしょう何ですので白先は出でしてくださしアロタは。 グレーで気になる位置についてはね、正直、7番さんが私一番気になってて、6番さんの5番さん釣りたい理由っていうのが、納得できる場合って、一番が一方的なシーンになった場合ってことでしょでも、6番さんの発言を7番さんが解釈した場合って、9番の発言が変だとは思ってないわけでしょ その視点の場合って、9番1番精査をかけたときに、7番3視点、9番1番の審議がついてなかったわけだ、あの段階で。多分他の人たちが言ってることも同等だと思うんだけど、そうなった場合って、じゃあ5番でいいかな、1番の審が上がればってならんくないなんでそんなに6番3に便乗できるかがわからん、6番3に関する理由については7番3と私は同意見はあったでも、穏やかな発言とってよかったです、ね。 一番下に入って白先次第だけど、二番白じゃないっていうことっで肩のいは、ただ、六番さんが言ってる、二、ね、番さんが基盤に求める運々の下りやったじゃないですか、四番さんの発言借りてや、それはめっちゃ同意できた。いいだから二番がグレーでは外,れた外れたんだったら、二番七番あたりから釣りたいかなって現状を持ってますかね。二番の指示に入ってったら、それは一番さんの指示に任せます。 あのさ当はクリックになったら日本のまな,な,な,なんねんし機種できたらできないな。でも人材の経営は。完全ぐらいがめんどくせえって言ってのに言うこと聞かない村だよな。うん、<当>完全ぐらいがめんどくせいだろ。てだまだ出ればいいだろう。はい、えー。自分での。 シーンですねえー、っとだからこの2周目のチャットの時にまあ出ようと思って、うん、で平和村作ろうと思った、うん、作戦見事に成功ね、うん、で人、えー、外がまあ一人しっかりあぶり出されたっていうところで8番、うん、で、えー、そうだね狩りはねこれまあ例の釣り切りになるか、うん、と思うんだけど、うん、まあ別に例の釣り切りで OK、うん、自分が強人だったらねこれ絶対に、えー、12でこの 一番との対抗で、えー、バトルするっていう、それでグレーをつ詰めながらっていう、そういう進行を取りたいと思うんだけど、番の自分はあのお子さんがバラしてくれないから、8番人間がバラしてくれないから、彼は必ず、これ一緒に潜伏してくれないから。 強いと思うから、でまあ、1番さんの進行に従うんだけど、1番さんの、えー、白先によって、えー、釣り先変わる、うん、グレーからいってもいいし、えー、例の釣り切り、うん、どちらでも OK、うん、まあ8番、多分んね、うん、出るしかなかったっていうところで、強靭名高いかなって自分は思ってる、うん、だから、2、3、4、5、6、7の中に、えー、二人を隠れてるんじゃないかなと思う。うん まあここでね、一番さんの、えー、占い結果を聞いて、まあ盤面が、うん、だいぶ絞れると思う、あと、あのー、西野っていうのは消えたからね、だからその辺のところ、うんただ逆に、うん、グレーでは6番が怪しいよね、なんか盤面見えてるのか、結構、あの一の芯っていうのを決めつけて、一にすり寄ってたっていうところ。うん、だかららひょっとしたら自分 ニクロに白が刺さっていって、リークもあるのかなとは思ってる。1番さん進行、まか1番のプレイヤーはしい言て言ていお願いします、えーとまあ、平,和平和になったので、理由は解釈します。で、えっ、ー、と、潮先は伏せます。で、今日は潮先、えー、を言わないことによって、霊能から絶対攻めさせます。で、2番、七番は全員進むらしいようで。 お願いします。えっ、ー、と、カリードイチを、えー、隠してあげてください。で、えっ、ー、と、この平和でんで白崎を捨てるかというと、えっ、ー、と、占い抜く前提で白崎を噛んでから占い抜く、えっ、ー、と、カリードイを狭めてから占い抜かれる可能性があるので、白崎を見えよ、えー、ととまずよ。あと、例のから絶対にロ画をかけたいという、えー、意見が僕の中に強い。まああ、いいよ、もう。別に合わせるよ。別に、はい、俺,俺はすまんけど。他の人は多分ブーブー文句言うと思う。はい、日日俺はね、 別に申し訳ないレジェンドだからどんな試合もやるよ一番楽しむならその試合じゃないただね他のや奴らの生産は絶対できねえからだからローソロックスにやれってのに他の人ができなくなるから発言してるしねから他の人は塩崎エッジェカルブランチャカンタラ狩人かまんやろ一番連鎧じゃない潜伏するっていう選択肢を取るなら 普通に考えれば。意味がわからん <laughs>、うん <coughs>。まあ、そうね。一番のことを死んで盲信し,してたっていうのが、まあ、六番と。 6番っていうのが、まあ、盤面見えてるなと思ったけどそれって69狼とかじゃない限り69狼もしくは62狼の究狂人とかじゃない限りは盤面が見えないわけだから6番の黒っていうのを見えすぎているからっていうのが僕目線は否定できると思ってるうん <laughs> う やけん9番のその思考っていうのが正直よくわかってないっていう話。まあ僕が自分の白を知ってるからってだけの話なんだけど。うん。<coughs> そうね。正直5番とかに対して同意なんですよね。うん、1一番の理由が全くよくわかんなくって。理由聞きましたけど。うん。<coughs> うん結局白先ないからどこが白だから、そのどこが人狼だとか、もう。 うん、言ってもしょうがないか。うん。まあ、一番のラリークラリーしてたのは7番だなと思いましたけどね。ラスト1なのに5番あと一番がシンったどうのこうのみたいな話がすごいのラリークラリーしてたなと思ったから、そこが一番シしいなと思ってるけどね。4番とは若干視点が違うけど、そこがクラスだとは思ってない。3番、のプレイヤーは発言してください。うん、9でいいでしょう。 釣り切ってるし。釣り切りって言ってるし。うん。パーシンでいいでしょ、もう。釣り切りって言うなら、それでいいんだよ、もう。うん。間違ってることを言ってんだから。子供にしつけるようにやるんだよ。もう釣り切りなんて言ってる霊能がもう、シ切られてるっていう勉強させなきゃダメなんだよ。エマムラを作ったって弱いでしょ。エマムラで負けたことがないのかなと思うわ。だから9番、もう8番シン。それでいいよ。で、1番の結果の2つ落ちるんだから、1番の言う通りにやりましょうよ。もう4567グアブリマンを釣りましょう、明日。 何だったの釣り一番の進行を飲めないなんてありえないでしょ。今朝すればいいでしょ。別に9か8釣られるんだから。適当に言っとけばいいでしょ。2、4、5、6、7にどこに二郎いるかとか、味球も混ぜて言っとけばいいでしょ。今日は釣られないんだから。うん。それも言わないでね。役炙りはしたらや、やつから釣りましょうよ。う明日4、5、6、7。一番の進行で行きましょう、もう。はい、今日、まあ8級だから9行きましょう。はい。4番のプレイヤーは発言してください。 まあ、9番から行こうかなって思って聞いてましたね。まあなんかスライドした理由の説明長かったし、一番に言うとね強人だったら自分の村よ。自分の村か自分の村か知らない,らないけど、2番目になるわ。かだ,だからダメなんだって。グレーセンサーあんましてないなって思って。 でまあ最後一応やってみるけど、激悪だと思うよ、れ曲げる可能性あるよ。ただから2つの結果落ちるからね。あの段階し初級じゃしろじゃないよね、本当に。新学みたいなのおかしいねって。<laughs> まあ、それはそうだけど、それはそうだけど、9からかな。どっちみち。はい。まあ。まあ、か。 8番つんなくていいんじゃないかなって思ってきてた俺も若干5番のプレイヤーは発言してください,ださいはいまあ1番が確か追いって言ってた気がするから1番に合わせればいいんじゃないかなって感じですね例のを決め打つか追いかはあんま決め打って勝てた試しがあんまないんで追い切りたいなと個人的には 思ってますけども今日は9番からいきます。まあ、9番って発言精査が、まあ、皆無というか、か発言の中身をらいないそのムーブの言い訳と、まあそのムーブの言い訳も全然その新要素になってないし、6から1に向いてる発言の中身じゃなくて、ヘイト、その矢印だけですり寄ってるっていう考察をして、発言の中身一切取ってないんで。 9から釣りますでまあ、67から言われてることは基本的に飲めないっすね。1番が死んだなんて当時は全く思いもしなかったんで、ムラリも陣外襟もないって言ってるけど、目はラりないんだから死んないでしょって話だから。陣外襟は逆にあるよ。別に一が陣外であの行動する理由は逆性差で死んとか強人だからとりあえず釣らなくていいで、2、3日目まで残って PP で勝つみたいな。 のとかできるからだから6番の一定ること全然飲めないし7番もその6から9に対して向いてる内容が不当だって言うんであれば、まあ、7番の方絶対おかしいでしょ56でくら比べた時にその6に不当な要素取ってるんだったらなのにもかかわらず結論でまあ、でも6はそこまで怪しいんでないって言ってるのもおかしいし。 で、1が死んだったら5つりで、2つだったら6つりでしょそのロジックもよくわかんない。まあ、グレーー6かなかなと思ってます。条件はね、騎士占いをしない。いいこれが条件。まあしね、苦しい条件は、騎士、まあ、占いしないが条件。だけだったらもう2番しかねえんだけどっていう、騎士が持ってないのかっていう、そんな消極的な占いしなくていいよ。 十ローとか六リーロー。できなだよこれも言っとくけど。十ロードか六リーロードでしかなくて。あのね、圧倒に勝つか負けるか。中途半端じゃない。多分これ。この試合。負けたら一番が悪いから。六九ローにてできなくない。二番してんそれが意味わからなくてさ。だからなんか二番って九番のクロシってねって思ったんですよね。で七番がおかしいのはもう八番の言った通りですね。はい。 現状9番、ローへと考えて1番つながるのが2番で7番は単体で1番おかしい3、4、5は正直色落ちてないんですよね。はい。9、まあ、番つりますね。7番のプレイヤーは発言してください。さい自分も気持ち的には9ずりだけでいいと思っていて8番は別に8番の引っかかるところはまあ別に許容できるかなと思った。もう一回説明するけれど <laughs>。あの、 1九審議では、あの時点では1の方があの芯があるかなっていうふうに思ったんだよね、その時点で。<laughs> だけど、えーと、6が9に突っ込んでるのはおかしいと思うよ。だけど、6が19審議で1の方を芯に見るのは分かるから、6の意見には乗れるかなっていうふうに言ったんだよね。まあ、そのぐらいかな。あまあ、その、それだけなんですけど、まず、あ、その1番さんが27が済むらしいようにっていうふうに言って、あ、いいんだって思って、じゃあまあ、とりあえず、 すむらしをしますけれど、私的にはなんていうのかな、その一番が今占えてるところが 2>, 2から7まで偽装すむらをしろと言って,てる,をる全員が、死を特定させるない自分が一番のって話だな。すむらしをしなくていいし、いはい、全員やんなら全員すむらってことだな。を石をとりあえず守れってことだな。石を守って、基盤が自釣り飲むんだったらい,らいらないからもういいよ。 子供に教えらんないだろうよ。譲り飲んでるし。9番ーーも子供にしつけらんねえだろ。で、人狼ゲームで子供に教えられる譲り飲んでるシーンがいますって。<番>教えられないんだから。だからプレイスタイル変えなきゃダメだ。いいんだったら。プレイスタイル変える。変えてくれなきゃ。譲<番>り飲んだから釣られてんだよ。発言してく圧倒に釣られてんだよ。はい。まあ自分、もうシーンなんだけど、もう本当に。 なんだろう、うん、このうムーブが偽っぽく見えたのかな、うん、ただ本当に、うん、強靭だったら、まあ、うん、絶対1と戦って、えー、1周目残った方が得だし、ロ、うん、ープムーブームのいいロード可能性あるから、8の9クローが、まあ、かなり締まる、あ、けど、まあ狩りがだったら信じるない、先2つ出てくるんでね。 自分としてはね、まあ2周目、の初週の発言で1怪しいっていうところから一を信って言ってる、なんかその辺の変わり方から5も怪しいなと思った。うん、それで、まあ、えー、どうせ例の釣り切りにした方がいいよ、決め打ちは負けるからね。うん、あの黒出ても信じないで。いや、黒出た方が信じるわ、俺。 本当に黒手だ方が信じるわ、俺は。人は信じないと思うよ。騙されると思うよ。俺もう黒手だらね、八チンシンキーメあ、マジなんだ、俺。割り切り。もう。普段が真面目にやらないんだから生産ミスの人って言われても俺は知らないのこの試合。真面目にやんない人がいるんだからしょうがないじゃんって話だし。<laughs> 正月高校のとゼ論しか俺言わねえな。照れちゃうな。まあ、勝手にすればいいじゃん。うん。 一度にやだったら、なんで、吸盤が悪いんだって。真面目にやってくれよ。シンを取る話し方を研究して、釣り切り飲んでる人って、芯とは思えないだろう。狂人か何かか、牢でやってるかっていう風に勘ぐっちゃうだろう、人は。一番どのあれだから降りましたって通らないでしょ、それは。子供に言えないでしょ。9番のムーブがこれが真に見えるかって。こんな精査が9番の方、芯と見る精査なんて絶対、程度はさ、さまるから。 九番の死んでも九番の二千見えてる人の方は多分伸びるから。マジで言っとくわ。九番が悪いんだもん、これ。うくろだ、ね。拓哉は誰も死にませんでした。うでしょもうこんなもん。三番。のプレイヤーは。発言してください。はい、九しろう。七しろ、二、うん、しろ。七と二のしろね。<ん>ああ、はい。えー、っとね。<ん>要するに。 もう、4568に2郎いますよ。はい。だから、まあ、8釣らなくていいんじゃないですか。もう、まあ、8番が陣外でも大丈夫よ、9番。456のロを当てればいいんだから。7番、1番、2番。7番、2番ってできるやつらなんだよ。安心しろよ。うん。俺以外で、8番がたとえ陣外でも、俺は村だから。456のここのところのロー釣ればいいんだけど。は、う、ぁ、ん、9番強靭、強陣まあ、8番の陣外は、まあいいや、8番釣らなくても、456行きましょうよ。 もうそういう進行を取るしかない。まあ1番に任せるよ。釣り切る進行がいいのかっていう。俺は456でもう勝負してします。外したらもう9番が悪いってことで。はい。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、発言してください。はい。まあ任せますね。1番とかに。 うーんまあまあ、俺もだけど、まあ、3番結果なんか、なんも精査してないな、みたいな、印象でしたね。6番に昨日思ったのが、2番って6級否定してたのわかんないんだよな。9番の発言で、要は6番さんが、1番あの段階でシーンって言ってるのが、 盤面見え,見えてるっていう発言をしたから、あでも盤面見えてる時って、要は96か9強人の62ローの時しか盤面見えてる狼っていうのはないからっていうことで言ってて、で9番目線は、要は自分が初週に2番で白囲ってたから、じゃあ26で、じゃあ6番が9の2線が見えてたんじゃないかっていう発言にはなるし、2番からしたら、 ったらそれは2番自身が白だから、それはないっていう話で、あれ、その時って2番って、だから6番は盤面見えてるなんてことはないんだみたいな話になってたんだっけだったら、6級だったら見えてるよねっていうのは通るんだけど、そんな発言してたっけわかんねえな。な,なんかあんま、まあ俺が覚えてないからかもしんないけど、なんか、あってちょっと思っちゃった。って感じっすね。まあ、 遺言の9番のなんか5番に言ってたやつがよくわかんなかったからいいんじゃないですか8決め打っちゃってなんか何で <laughs> 2周目1のことシーンって変わったのがおかしいとかでしょおかしくないでしょ5番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえー、っとまあ現状3番4番が8番を失ひだりだ っていうか、新規の打ちやっていうのであれば、そのおかしいところっていうのは上げるべきかなと思ってて、3番は見つければいいんでしょうで終わってるし、4番が6番に行ってその内容自体は、ちょっとなんか、私もその話はちょっと全部を完璧に覚えてるわけじゃないから、そこのは1個の話題だけでめっちゃ時間使って精査してたなって印象で、 そこは私もあやふやなところがあるんで、4番が濁ってるって感じですね。え、1番釣り切りって言ってたよね、昨日。っていうか。8番がもし人外、まあ狼とかあった時って、3、4、6、みんな8番新切りあ新決め打ちって言ってるからさ、全然相方あるんよね。まあ9番みたいなさ、残念シーンとかって、いるからたまに。発言でシーンは全くえないけどね。まあどっちもいいや。 決めても、釣り切りでも。6番は発言ではおかしいなと思ってたけど、1周目のとか。で、2周目なんか、6番が狼だった時の黒塗り位置って5番しかなくねって思ったけど、全然5番にヘイト向けてこなかったなっていう印象ではありますね。なんかお城出てた時のための、なんかその保険かもしれないけど。 3と4分からん。3番考察してないし、4番もそのなんかあんま私が覚えてない話だけをずっとしてたんで、精査できないですね。8、真、まあ、で決める、決め打つタイプもいるんかって感じだから、その決め打つ決め打たないでも精査できないから、3、4は。分からんわ。6番。 のプレイヤーは4番3番がなんか要素言ってないって言ってましたけど、4番はちゃんと言ってたよ、9番の2席入れる要素をね。だって9番って、5番がいきなり 1, 1周目に1番に出てたのに、1番シって変わったのかもしれない。それ一1番に近くしてないから変わるしまったろう。9番に2決め打ちでいいでしょ。じゃ決め打ったらもう実戦は3、4号のり切りでも考察しなくても勝てるんですから。はい、いや絶対8番、シー決め打ちますよ。8番絶対つらないです。 5番に言っとくけど、あの俺はね、あの5番が別に陣外やって,て、昨日一言も言ってないんですよ。あの1周目にあの5番とは占い星座が合わんから、邪魔やから陣外票表になり得るから5番はついたいって言っただけで、で2周目は5番は色落ちなかったら色落ちないって言っただけで、俺が疑ってた位置って、まあ、の2、2, 7なんですよね、1週2周目から。はい、3、4、5、どっからでもいいっすよど、どっからでも別に勝てんじゃない八進撃言ったら、勝てますよね。はい、7番 のプレイヤーは発言してください,ださいこれなんか今日話す話じゃなくて昨日,昨日思ったことなんだけど昨日1がなんか伏せた時ってもしかしたら1が霊能とかで9が1角するんじゃないかなみたいな風にちょっと思ったんだよね私がそうやって思ったってことはきっと人外もそうやって思ってるんだよねうーんまあなんか私の信仰としては8まで釣り切るけれどなんか9が強靭で なんていうのかなしそのえっと平和村になるっていう場面で例ので出てくる意味っていうのが見当たらないんですけどって思うから8まで釣りきるけどっていうかなんかもうもうなんか今日って8釣って1噛まれてだから別にあのなんだっけあれ出れると思うんだけど狩人ってもう全然すっきりしないはい以上8番のプレイヤーは 発言してください。七番さんが言わん。 ととしてるるこははね理解でできるんですよ9番っていう人物が霊能に降りた理由を考察した時に9番がオオカミで6番さんあたりから9番が偽だ7番さんの私の解釈が違ってたかもしれないが9番が偽だっていう考察をした場合芯取れないような進行を取る場合っていうのは9番がオオカミとして霊能で降りてロラかけられてラスール1逃がすっていう構図が一番楽だと思ったから降りたって思った だけど九番白だったんです。その理由については知らないです。七番さんの言いたいことはわかる、わかるけど知らないです。それで八番の偽って言われても僕は困ります。ただね、現状二番七番に白白結果が刺さってて、えっ、ー、と三四五六に二郎が走ってるっていうのが八番視点で見えたんですね。じゃ八番視点でそれが見えた場合に三番四番六番っていう人物が八番のシーンを決め打っていいんじゃないか。 って言った場合の精査ってどうなんって思ってて、これ、1番3人は進行は任せるんだが、8番釣ってみるか釣らないかっていうのは、俺、5番さんだけがまともかなって思ってて、これ、7番さん人もいるんだけど、多分七7番さん視点見える世界って、8番が狼で見えてるってことだよね、多分 ああ俺負けたら負けたで一番が悪いってことで負けたら負けたら9番と1番が悪いからもう悪いってだけでありがたいんだけど負けたら9番が悪いんだから9番の精査なんかできないでしょそれは3番さんとか6番んが言ってるように例えば3番さんって精査するとも456つりあえそれはそうなんですよ6番さんしても345つりあえそれはそうなんですけどじゃあ8番新記念ちの場合って345のどっか1個の村を置きたいじゃないですか それが欲しかったったてす1番思ってます番のプレイヤーは発言してください。さいはい、まあ、ここで村の共通認識として、えー、とグッジャブが起きて、多分俺お礼でしかないと思うんだけれども、ってなった場合、明日狩カリドは捨て声で3日目まで潜伏頑張ってください。で、えー、と2と7が白なので、狼カミの神位置は最終的に2か7番です。うん、で、2か7にカリドがいるのであれば、お互い守り合うことができるし。 で3456の中にいるのであれば2か7番どっちかを護衛することで今日は34568のランでで狩人は今、えっと、俺全部ランチ入れたけど釣られるかもしれないけど潜伏頑張ってください、うん、自分の思ってるところに入れてください、うん、このね白崎セルってね結構有効で狼の黒縫いちの考察が用意できないんですよね なでで今日は自由投票で 2>, 2番のプレイヤーは発言してください,い34568うんどうすかね僕はあのー、岸家をしなきゃいけないと思ってるのでっていう人物なんですわあのもしここで例えば3458番のシーンを決め打って3456って 僕は8番のことを真だと思ってるけど遺言自体9番を促成し、うん、し <coughs> ただここで3456でもし仮に7番が本当に素村で3456っていうのが騎士だったとしてあのー、なんだ <coughs> もし仮に騎士を釣ってしまった場合票が集まって騎士を釣ってしまった場合人狼ラス ウルに乗っ取られる可能性も泣きにしもあらずっていうわけなんで個人的には死ぬほど怖いから8番に行きたいって思ってる人物なんだけどうんグレーの考察しますする ってなったら6番視点で9そう僕9番が黒だったら6番っていうのが黒に相方になるかなとは思ってはいたけどそれ以外に見えなかったから、うん、<laughs> でも9番が白結果っていうことを白結果なら6番って限りなく白になると思うから6番弾いて3458から僕は行きたいと思っててうーんえー ちょ,ちょっと考えます投票を始めてくださいあ,ありえんオラじゃないべ <laughs> 3番のプレイヤーは発言してくださいまあ8番は俺行かなかっただけでまだましか8番もんだったらさ5番連れていいだろう、うん君打てないやつなんてもう絶っていいんだよ、まあ、9の芯の可能性もあるけどうんとは思うけど 4 6に狂人がっててて8がが分かってんのかの知らないけどまあ、4号行きます。もう私、う私に投票入れてるなんてもう5と4は悪だわ。3番なんて弾くだろ、普通に考えて。どこに俺の相方いるんだよ。もう4と5釣りは、6番、8番協力してやるわ。もう絶対許さんや、この,この4号は。制裁釣り。3番なんかに票入れてるやつなんてありえんだろ、村で。どこに狼要素があるんだよ。俺だったらね、もうあの、あれですよ。もう簡単に1番の指示なんか従わないからね。 はい、人間だったら、はい、もう5と4も釣り切ります。はい、以上です。4番、のプレイヤーは発言してください。はい。も、ま、う、あ、3番が何も精査しないから投票しましたね、僕は。まあ、昨日から、昨日からと、まあ今日からも何も、何も言ってないんで、結果的に。で、投票入れられたから、まあ4、号って言ってるだけの人物なんで。 普通に変かなって感じで思ってますね。知らんけど、村かどうかは。足でまといでは村だとしたら、ただの足でまといね。6番に思ったのはね、今日、<laughs> まあ、要は、9番の遺言変だったから、まあ、8番決め打ちでいいんじゃないか。だから、まあ、3、4、5に二郎いるんじゃないかっていうところまでいいんだけど、で、そこで、だから考察いらないで、自分目線3、4、5釣り切りだからって、吐き捨てたところは、 微妙だと思いましたよあの要は縄って足りてないから自分、自分が釣られることを考えたら。で、それって結局、えっと、まあ2とか7とか決めていくもんだから、投票っていうのは。自分が釣られないために生存欲を出すっていうのが、まあ、村だと思うんで、そこで3、4、5自分自身、自分目線釣り切ったら勝ちですねっていう縄計算しない感じで、なんか結構、 結構2周目とか精査力あったような感じしたけど、なんかそれで今日になってその感じはまあ割と微妙だなって僕は思いましたね。はい。まあ5番はなんか、まあ考え方の違いもかね、その9みたいなシーンもいると思うから8まで釣りたいっていうのは、まあ別に村でも人狼でもって感じなんで。 まあ単体で思ってるのは3がやばいっていうのと僕に関しては今思った要素って感じっすわ5番のプレイヤーは発言してください,ださいはいまあ8番よりもグレーに名を使いたいなって思ったんで私は3番とか考察解無の人間を釣っておかないと村か人外かさておき 3番最後に残して、まあ、私がいつ、まあ e、ポーズになることはないかもしれないけど27とかって多分生産無理だと思うから3番とかが最後残った時にだから積んなきゃいけないかなって <laughs> 思いましたねで89はもう9番があのー、だったらまあ落ちを作りすぎてるんで まあ8番が人外でも勝つ資格は8番の方があるのかなっていうのと、まあ、1番がねもう8番入れてないんで決めつっていう進行なんでしょうねって感じです。8番のプレイヤーは発言してください。難しいなと思ってます 現状、2番さん7番さんっていう人物が8番投票してるので、おそらくですけど、8番つられちゃうのかなって思ってるんで、一応4番さんに投票した理由を言いますね。あの8番視点で怖いなって思ってるのが、9番強人が見えて、3、4、5、6に2両が走ってます。5番さん以外っていう人物が、8番をつらなくていいって言ってるんですね。なる特に、えっとまあ、気持ちいいよ。 よ8番視点はすごい気持ちいいこと言ってくれてるんでありがたいんだけど例えば3番さんの発言を聞いて4番さん6番さんあたりって8番の狼っていうのを考えないんだって思ったっすだから5番さんの思考がまあ普通かな一番いいかなっていうふうに思いってなった時に五番さん六番さんに対して言及をしてたけど番5番が狼だった場合って多分6番殴り倒すだけだと思ってるんですよ。 6番村、5番狼の場合ね、5番6番狼だったら知らないけど、この結果を見る限り、6番が5番に投票しているので、5番6番の狼っていうのはないと思ってるんですね。<laughs> どっちか1匹狼っていうのはあるかもしれないが、あんまり5番6番狼が見えておらず、3番4番どっちにしようかな、これは正直2択す。ただ、4番が3番に投票していることから、3、4に1匹、5、6に1匹っていうのが実視点見えてます。 これ、投票結果からかな。まあ、素直に見るなら3645とかじゃないですか。まあ、最終的に127、あと6番さんが今回入れられてないので、1267で決めてください。はい。よろしくお願いします。以上です。投票を始めてください。 4番のプレイヤーが選ばれました4番のプレイヤーは発言してください 4視点5番いかねえんだろ決め打ちするのに俺に行くって。あれんだろ決め打ちしない5番に。サントログは決め打ちしねえから5番行くって言ってんだよ。連合せ取れてんじゃん ?4 番なんだよ。決め打ちしねえ5番じゃなくて俺かよ。通常の思考だって考えて、俺が理由言ってなかったら通るけど、4番基事じゃねえんだろじゃあもう5番でいいよ、5番釣り。8番6番勝たせるって俺言ってんだから、覚悟決めてんだら生産ミスしたら、土星人慰められてもらったらいいんだよ。ひろちゃん。 ダメだダメってね、ああいい言ってもらえたら私はね、しね嬉しいんですよ。俺のシじゃてね。ヒロちゃん悪くないって。まあ、悪いのは4番だって。4番と9番の悪いって。まあ。あ4番の思考って一貫してないじねえから5番と3番って。ないから発言所なか5番ずりだろ、もう。108番の新ーン決め打てない。5番ずりだろ。だただ8がローだとね、目を閉じてください64に狂人がいるってことになるけど。5番でいいよ。 8と5のつながりがやたら見えるな。5番、8番が5番いけねえんだったら、俺はもう制裁ずりで、あ、6番勝たせて、もう50って8番いきますからね。5番いかないっても、私は脅してでもね、8番にプレッシャーかけますからね。正しいなんて言ってんだから、もうありえねえだろ。45だろ、こんなもん。45しかねえだろ、こんなもん。まあ、9番も言うよ。一応、みんなに言うと、9が多分例のことは言ってないんだよ。騎士のことは言ってんだよ。 二周目に出てきてください。多分それが伏線だったかもしれないんだよ。9番ってこんな人なんだろうね。いや、あの、ロラしちゃっててノリのお茶なんだろうね。9番は反省してくれ、これで、ね。俺、ヒロちゃんが言ってんだから、ロラすると言ったから釣られてんだから。つまり何をするロラしてくれと言わない。言わない例のになればいい。簡単じゃないか。人の言ってるダメ出しを、ね、生かすんだよ。 ダメ出しはありがたい言葉だと思って学べばいいんで。そして素晴らしい例のになればいいんで。うん。昨夜死んだのは。1>, 1番かよ。番5番に行きます。5番に行きます。2>, 2番のプレイヤーはい、おずりだ。結果は、白。登録ロー,ローとかになりますよ、8月に。う <laughs> うーんと、もし仮に8番が人狼だった時を考えると、8番が人狼だった時は、ああ、もう考えても無駄か。8番が人狼だった時は4番が強靭とかじゃない限りは、あれだもんな、うん。8番自体は4番に投票してるから8運ロールはないし、4番が強靭じゃない限りは PP になるのであれか。 8番は死因を期します。もうこの盤面なら。しょうがない。うーんと <coughs>。そうなってくると、8番が人狼だった時に相方1って5番やったと思うんですよね。うん、で、えー、8番を死んだと仮定した場合、5番っていうのが弾けてくるかなって思ってて、仮に9番っていうのが、えー、っと、 黒だっバヤカタ方チ6番だと思ってたから56が現状弾いてて3番になるかなっていうのが今現状の僕が見えてる視点うんただじゃあ3番から何かしら黒要素が拾えてるかと言われれば考察がないよねくらいしかなくて1番の進行にのっとってたしうん そもそも人狼だったら8、九どちらえー、っと、9番のことを偽師してっていう視点自体がおかしいと思って、あ、3番のプレイヤーは発言してください。8号あるかもしれないから5番から行きましょうよ。そんで6、8審議。はい。しょうがないよ。もう6、8、6、6だったらもうしょうがないよ。5番、4番がおかしいんだもん。4番ってさ、決め打つんだろ。5番しかねえだろ、投票よ。5番は何 ?8 番に票投票しないで、しれっと3番なんだろ小ずりだろ、まず。全王戦が取れてないだろ、4と5って。 だからね、まあ8号あるかもしんないから8番が5番いかないんだったらもう8番つってもいいと思ってるよ。もう俺は本当にそれからのレベルだよ、もう。5番でしょ。8視点5番だろ。俺だけは唯一決め打つって言ってるで決め打ってんだから。一番正方形取れてんでしょ。ただ、わかんないよ、もう4と6に強狼がいて6、8でしたとかだったらもう知らないよ、もうそれは。9番が悪いんだから。一番こんな攻めしてんだから。小釣りですよ、まず。まあ5、6、8、6、8号って多分あると思うから、5番が一番安全だよ。 俺のつながりどこにもねえだろうよ。まず2番本当に正気で精査してる今日5釣りだよ。5釣りはい。5番。のプレイヤーは発言してください。さい,いや、あの、3番って何一つ説明できてないよね。昨日5番投票した理由も。 あのー、同票になった後に4号はありえない制裁ずりって言ってるけどその同票になる前に5番投票した理由とかも説明できてないんよだって3番が8進決め打つっていうんだったら、まあ、8番が5番を、ま、唯一評価してまともだから8号とかっていう理由ならまだ100歩譲って分かるけどそのそれじゃなくて何4号が整合性が取れてないからって言ってるけど。 いや、取れてないの3番じゃねって普通に思ってますね。新規目打つのに、急に8号があるかもしれないから5番釣りっていうのは理由ないし、8号の3視点で8号だってあげてる理由もないし、そもそも同票になる前に5番投票した理由とかもうよくわかんない。いいよ、いいよ、いくない、そのフォルムテーションいう引うわ。聞こて,いいいてっからまあいいよ、もう釣られたら村が悪いだろよ、みんなもじゃないろい色じゃん釣ってる村なんて。 8進、決めつつ、あった、なんか一発で。あオールン出てくんねえかなああ、ありがとうごしいます。新しいって話だからオールン出てくんねえかなあったぞ。そうですね。鬼滅は、もう私も。2考えたら8のロートはない三 6, 6だったら、番は番は次5番して6、8とかねえのかよ。って感じで私は3つりの理由喋ったんで。 3番って初日の2週目からずっと考察ス無でい一番の進行に合わせる決めてないのがおかしいんだって言ってるけど。うてうてか騎士いねえのかよ、まずよ。それで一番乗らない位置から外れて,、ね、てるよ。よし、ホルダーだったっ、ね。おし、悪くないつテンペスト特攻隊長ホルン。ん。<番>当たったよ、特攻隊長ホルン。ん。<番>当たったよ、しおし、俺ついてる。<laughs> 3、4、5、6であの5番だけなんだよ8番を釣りたいって。 346って全員決めつって,ってた人物なんだからそれ決め打たら言ってる五番に入れるだろ三番とくわまともだろ <laughs> なんで説明できないと思ったお言ってんだろ俺俺超言ってんだろ俺も、はい、当たったよホルン悪なやつやってる人に、ね、<laughs> ホルン当たったよ<番>一発で<番>先生俺運がいいよ今日五番さ六八ロールを追ってくれよ三四六って全員 俺ちょっと整合性取ってるねってる別にね58685856で精査してる俺正しいじゃん585668、まあ、もあるんだけど番5番が悪いよ棋士持ってなかったから7番の棋士だったら7番が悪いよ味のロアあるかもしんないけどもういいよもう味番が5番行くか行かねえかって言ってんだ俺はもう <laughs> 多分ね、9番のまだお仕置きでいいと思うよ、これ。5番ずりしかねえだろ、こんなこと。5番,ね、5番が真面目すぎて気に入らねえんだよ。言い分で言えばいいんだよ。俺ロジック言ってんだろ、もう。全然聞かねえから、この人も。だから5番制裁だよ、もう。6、8ロールあんだろ、バリバリ。 やばいく68ローラーあるんだろう、バリバリ。でもよ、七八ば強人がいるんだろうね。ない強人がいるんだろうね。強人がいるんだろうね。うだから本当は、アンパイは6とか8なんだけど、難しいでももう、これギャンブルだよ。4強、68ローラーなら負け、進行取ってるんだよ、これ。 もうしょうがないもんだって、占い先を2番とか占ってんだから、もうしゃあねえだろ。どういうことウィンキーで6番村を弾くしかねえだろ、もうこうなったら。もうガチャは当たった。ガチャ運はあると信じて。新しい賞が出たけど。番が俺は村なんだろうね。あ、全ない <laughs> ごめん、あの、5、6でいいと思うけど、多分ね。 はい。五六ラはいいんだけど、ここ外すとやばいの。アンパイは六とかなんだけどね。どねでももう面倒くせえだろ五番選んだよね。けど五六ランはのめなくて私は三番さんに投票します。あ地獄ロあります。四番さん五番さん。こんなのですか。三番に投票しており、ロロえっと三番さん六番さんっていう人物たち五番さんに投票しております。新しいの誕生ラインジで考えると八番選手と六ランがあるんです。なんか一発で当たった。これは六番さん飲んでください。 ただ、六番さんの発言から考えた、五番の整合性が取れてないっていうのは理解はできるんです。八号でしかねえだろんこんなもの。八号か八六で、八番なんかの狼だろう。自分視点の中で、えっと、五番八番狼がある。五番六番狼がある。五番六番狼ってある。俺視点あるだろう。五六、六、八、八五ってあるだろう。三番視点っ五番から,番から。そんなこと言えないやつの方がやめだろ何考えてんの、この人。 るのでも5番って言ってるのが、これは6番3に黒要素はないが3番6番にオオカミに見えます。ただ、8番視点で間違ってる可能性があるとしたら、私正直3号オオカミもあると思ってて、ね、その理由については、五番っていう人物番が,、まあ、が悪いから別にいえよ。決めようなかったら2番が悪いだろう。おんなに3番の人がローに見えてるのが。白く見,見られるのって5番です。 大橋とかも追えなやつが2番だからもうしょうがねえよもうこれ。昨日の進行で、まがいなりにも3番が連れてしまった場合だったとしても、8番の新決め進行が始まる場合、8番視点でも一番の新章がよく見えてる人物ってです、3番って、3番ってもう8番って新ねえだろもうこんなのよ。新ないだろこれよ。普通に3決め打つって言ってる人が怪しいって言ってんだってこいつよ。あんだけどす6番が村にかけるしかない。 違和感に、8番のおかしな違和感に気づいたーーかけます。何をかけますだよ、これ。よろしくお願いします。もう、村が悪いと思うよ、な。5番だろ、う。8号とかもあんだろ。2番がロックを外さないと。まあ、8、6あるかもしれないけど、もう、しょうがないんだよ、もう。もう、投票でわかんだろ。8号の票が流れて、2番というのがあれ精査できないから、しょうがないだろ、もう。3番弾けねえと言いたいで、まず無理だもん、この人。3番。 のプレイヤーが選ばれましした3番のプレイヤーは発言してくださいまあ2番というのがいたっても大問題だよね。3の村ってはじけない今ので8、5とか5、6、6、8って見えるだろ投票で。6番が8番頑張ってんだから6、8のつながりもあるだろ。8番の陣害を追わないで5番か6番に票を流せないんだから。 3番ののは正正ししいいだだろう 5, 6, 6, 8, 8, 5, この3つが見えてる人は正しいんだよまあ、2番じゃ無理だろうな。こんなの占ってることが問題なんだよ、もう1番が。もうレベルの低さなんだよ。2番って精度低いだろ ?10 回中5回からだろ多分当たらないだろ、勝負どこで。5か6、わ8の陣外も追わないといけないの。8番の発言って3番の人を決め打てないっていうことがもう、8番ってもう偽の要素があるのよ。 あの番面、5番釣れない8番っておかしいし、6番が8番かばってない6八のラインもあるから5か6だろ。3番だけ弾きだろ。8番が3番って言ったら8番の陣外も追って5か6のに投票流せないんだからもう2番が弱かったってゲームだな。うん。うん。もう無理だろ、こんなやついたら。こんなやついたら無理だろ。さんができないんだからもう、3番の人なんてどこに繋がりあんだよ。 全部あんだろ ?5 と。5868つながりあんだろ ?56。これが見えねえんだろライン切りとかで追ってんだよ。ライン切りで俺は占いで外したとしても合ってんだよ。ライン切りで追ってる人のが伸びるんだよ。普通のパターンで追ってるやつなんて伸びるわけねえだろ。普通のパターンでしか見つけられないんだから。難しいのが見つけられないんだよ。うん。だからいろんなパターンを追ってちゃんと精査しなきゃいけないのに、村の投票が俺に流れてる時点でもう負けに決まってんだろ。<laughs> こんなことが2番がわかんねえんだからもう恥ずかしいと思うわ。 本当に恥ずかしいと思うわ。まと、あ、もな占いって5か6とか占いよ、まずよ。死ごろ占うだろ、まともな奴がよ。二番なんか占うねえだろ、まずよ。<laughs> 何占ってんだろうかなと思うわ。どこ占ってんだろうかと思うよ。二番占いってわけわかんねえんだけど、まジでよ。だから生産が濁るんだってよ。下手な奴を占ったって負けんだよ。うまいやつ占うんだよ。生産が,ができる奴を占うんだよ、まともな奴は。 ここが、2番が残ってでも勝てるわけねえだろ。フォン村が弱かったわ。<番>58だろ、もう。ゲーム終了。人狼の勝ちです。